財政部印刷工場員、根一橋から望む草子系大里区は、台湾台中市の四角区。大里の旧名は、大里区位である。漢人入植以前は、孔正平保属の活動地域であった。養成権留年間に、現住民は慎重に基準し、その後大量の移民が大陸より流入、大原系、大里系沿いに、上流方向に開発が進んだ。 大里は交通の便が良かったことから早い時期に開発が進み、台中盆地で最も経済的繁栄を見た地域である。大里食いの開発初期は原住民による入植者に対する攻撃が相次ぎ、入植者は塗り状を設置、土塁を持って先住民からの攻撃に備えたことから、万古量、塗り状などの地名が発生している。当初の入植者は 福建召集出身者の林生が最も多い。清に対し反乱を起こした林総文もその中の一人であり、公民の不満の高まりを見て、天地会を組織、結局は失敗に終わったが、半身活動を展開している。その事件後、林総文一家は霧峰に移り、今日丁明な霧峰林家花園となったが、その源流は大里に発している。 大里の地名の由来は元来原住民語の音訳である。杭は、イカダを表している。大里系は急流であり、消華県士か港鎮を呼び、南投げ県北投げ商協からは交通はすべて、イカダによる水運に依拠していたことから命名された。当時肝心は小舟を利用しての交易を行っており、次第に川辺に襲来区が形成されるようになり、これが、 と戦闘と称されるようになった。現在の、旧外語に否定されている。一夫、西家、三、四竹山、五所羅、六大里杭との言葉が示す通り、台湾を代表する大里杭であるが、日本統治時代になると、杭の文字が脱落し、大里と称されるようになり、現在に至っている。2010年12月25日の台中検紙が発表、直轄死傷核に伴い、 大佐徳と解消され現在に至っている。清里の大赤木林上京新志望。州、町の一、管轄区域及び軍史の名称。一、管轄区域、大正9年8月10日。台湾総ただしフレー第47項ありがとうございます。